サイレントアサシン99ですね。このルアーは、私自身ですね、一番初めにこのルアーができた時からですね、携わってきましたので、思い入れのあるルアーでありますね。長年使ってきてますので、特にそういう印象は気持ちもあります、実際ですね、ミノープラグで、シーバスを釣るというのは非常に難しいんですね。なかなかその魚が口を使ってくれないということもあるんですが、やはり小さいものの方がより口を使ってくれる傾向にはあるんですね、シーバス自体がですね。で、99というサイズは飛距離が出せたり食わせることのできる、ギリギリのサイズ感でもあるんですね。なのでデイゲーム、昼間の釣りも使っても可能ですし、ナイトゲームでも使える。あと場所を選ばないんですね。河川から港湾部、磯なんかでもいろんなところで使えるサイズ感ですね、この99は。なので初めに手に取って投げてつけて、ポイントを探っていくときにパイロットルアーとして使うことができます。ミノープラグでこの単純にですね、投げて巻くだけという感じの釣りになりがちなんですが、その中でジャークだったりですね、トゥイッチを入れてこうアクションをつけるんですが、その時のテンポですね、ジャークの後に長めに止めることができるんですね。動いてる最中にこのフラッシュブーストがこうずっと動いてくれてるので、ルアー自体は動いてないんですけど、この中のパネルが動いてることによって、このルアー自体がその場所で停止してるんですが動いてるような状態になるわけですね。その時に見せてしっかり止めて食わせるという、そのリアクションのバイトとかですね、そういったものを引き寄せる力があります。それでは今からこの仙台川でシーバスを狙っていきたいと思います。橋脚周りの近くをちょっと狙ってみたいなと思ってます。で、全体的にですね、デイゲームで組み立てようとは思ってるんですけど、時期としてですね、秋から冬にかけての、ちょっと中途半端な時期なんですね。なのでついてる魚を探しながら乱眼で打っていくような状況ですね。ストラクチャーだったり流れ込み、あとは上流の背だったりですね、そういったところを狙いながらですね、やってみたいと思います。それでは行ってみます。この辺のエリアになると落ち合いというようなパターンじゃなくて、小さいベイトについているような魚を狙っていくような感じなので、どちらかというとベイトのパターンに合わすというよりも狙いながらですね、釣っていくような感じですよね。こういった脚周りとかちょっとしたストラクチャーについてる魚をリアクションで食わせるような感じですよね。ナイトゲームはですね、意外とこのゆっくり等速で同じスピードで巻くことが多いんですが、昼間はどうしてもですね、リアクションで食わせたいので、ちょっとこのアクションを加えてます。で、こう止まってる時にドンと来るので、夜も若干ジャークを入れたりするんですが、昼間は特にですね、このちょっと波動とアクションでこのルアーの存在をアピールさせてリアクションで食わせるようなイメージですね。今日はですね、仙台川の上流部にやってきました。前日ですね、少し雨が一日中パラパラと降り続いたので、状況的にそんなに水量が増えてるわけではないんですけども、ちょうど水温も下がり始めていい時期じゃないかなと思ってですね、上流部にやってきました。で、使うルアーがサイレントアサシンの 99F ですね。朝間詰めということもあって、このちょっと派手めのカラーを選んでみました。上流部なんですが、もう見ていただいたら分かると思うんですけども、もうしっかり山の中です。もう山奥の方なんですね。本来なら渓流釣りというかトラウトを釣るような、景観なんですけどね、こういう背の流れてるところとか、こういうところに鮎が落ちてくるわけですね。そういったところにシーバスが差し込んで入ってきてるわけですね。こういった
アユのはみ跡があるかどうかが結構大事なんですよね。アユってスイカの匂いがするんですね、独特な。ただアユが多い場所ってスイカの匂いがスーッと香るんですね。もうそういった時にはもうすごいチャンスです。日が昇ってちょっとこういう影になるようなストラクチャーのところにつくんですよね。そういう際を狙ってやっていきたいと思います。意外と足元とかでバーンと食ってくるんで、ちょうど満潮から今も下げ始めてゆっくり流れが出始めますね。これやっぱフラッシュブーストの効果があって、やっぱ見に来ますよね。しっかりこうヒラヒラヒラってしてるんで、もう近くまでちゃんと見に来てますもんね。ちょうど今そこの岩のところに流れが当たってこういう風に払い出し始めたんですよね。で魚はちょうどそこに待機してるはずなんですね。おっか、きびれ。よっしゃ、食った、食いましたよ。おりますね。よしよしよし、きびれが食いましたよ。結構いいサイズですよ。さすがフラッシュブースト、このきびれに効きますからね、血抜けに。よし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 、危ない危ない、バレるとこやった。しっかり回ってくれた。よし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 、ちょっと待ってくださいね。よしよし、ちょっと待って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 、よいしょよいしょ、あの棒入って、よいしょ入った。いや、ようやく食ってくれました。上から見てると何本か魚とか見えたんですけどね、ブラックバスとかチヌとかこのキビレですね、とシーバスが 2,3 本見えたんですけどね。やる気のない感じだったんですけど、チヌだけちょっと若干やる気があったの で最初向こう側で対岸のところに投げて当たったんですけど、かからなくて、で多分その群れがこううろうろしてるんでしょうね、活性のいいやつがですね。で若干早引きジャークで刺してて、追いかけさせて追いかけさせてですね、食べさせないようにしてから次もう一度ですね、追いかけてきたやつをポンと入れて、このシンキングタイプの 99S ですね、サイレントアサシンの見せて、動かさずにですね、ジャーク入れてヒラ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 と、このフラッシュブーストがヒラヒラしてるところでズボッと食ってくれましたね。バッチリでした。結構このクロダイとかこのキビレもそうなんですけど、キビレチヌもそうなんですけど、このフラッシュブーストに反応がすごくいいんですね。ジャークして止めて見せてやっぱ食わせるみたいな、こういう効果があるので、こういうデイゲームのサイトフィッシングなんかには抜群にいいですね。よいしょ、よいしょ、いきますよ。よいしょ、あそこ違うよ、そこ違うよ、はい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 、嬉しい、よかった。まだポイントありますからね、そうといきましょう、そうと。よっしゃ、シーバスかな。よっしゃよっしゃ、シーバスでやってほしい。でもなんか引きが柔らかいな。ちょっとドラグ入れましょうかね。お、シーバスや、シーバス、シーバス、よし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 、よしよし、しっかり食ってますね。よしよしよし、落ち着いて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 、
よし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 。おお、ドラグの滑りがいいからあんまり見切れしないですね、これだったら。よし、元気いいですね。よし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 、落ち着いて、元気に、元気元気元気なんで、はいはいはい、よし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 、言いましたね。おお、いいサイズですよ、なかなか。いや、デイゲームでこの、うん、ちょっとやっぱ切ってますね、57ぐらいですね。よしよしよし、綺麗、綺麗なシーバスです。初めの頃はフローティングで攻めてたんですが、シンキングでやっぱチヌと同様ですね、ちょっとレンジを下げてやると、食ってくれましたね。いろんな魚がいるんでシーバスかチヌかバスか何かわからないからドキドキしますよね。エラー洗いしてくれた瞬間はシーバスだったんで、もう嬉しいですねフラッシュブースト効いてると思いますね。やっぱジャークでちょっと若干止めた時にポンと食ってきてくれるような感じなんで、見切られにくいのかもしれないですね、ある程度のサイズだと。デイゲームでやっぱりこの太陽光があって、本来ならめちゃめちゃプレッシャーがかかってこう釣りにくい状況なんですけど、シーズン的にもですね。で、少しレンジを下げてやっぱり深いところについてるので、それを食い上げさせるようなイメージですね。そんな感じで食ってくれましたね。外しますね。よし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 、はいはい、行きました。結構上の方なんですけど、これで、まあ、上流部にかかるかどうかぐらいのエリアなんですけど、やっぱりあの潮が入ってきて満潮になって下げて引き始めて、やっぱ水の流れがぐーっとやっぱ動くんですよね、上流といえども。で、意外と関係なさそうに思われがちなんですけど、もうそこまで潮が上がってきてなくてもやっぱりその圧がかかるので、水圧がですね、満潮干潮のやっぱ潮が流れ始めて、満潮からちょっと2時間ぐらい経ったところでやっぱり動き出して、食ってくれてるので、チヌもシーバスもですね、両方非常に上流といえども潮やっぱ関係してきますね。中流域まで降りてきました。ちょっと様子見ながらやってみましょうかね。ここは少し浅いので流れは効いてますね。ちょうど今満潮から下げ始めて、そうですね、2時間半から3時間ぐらい経ってるところですね。まあ何か所かこう流れ込みとかがあってですね、やっぱそういうところにポツポツついてるんですよね、魚が。で、その際を狙って通して食わせるみたいな感じですね。ちょっとこの地形の変化がありまして、ずっとその流れてきてる水がたまりにぶつかってるような感じですね、はい。で、向こう岸にちょっと当たってよれて反転流ができてるような状態ですね。よっしゃ、食った、食いました、やっぱいましたね。よしよし、よしよし、ちょっと跳ねさせるとバレそうなんで、当たりがすごいショートバイトでしたね。お、何これ、ヒラメまさかのショートバイトと思ったらヒラメでしたね。仙台川あるあるヒラメです。今ちょうどですね、流れの中のあのこの壁際を狙ってたんですけど、この魚がヒラメがかかる前に一回小さいシーバスが見に来てくれたんですけど、食わなかったんで、もう少しちょっと奥の方に壁際ですね入れたら当たったんですが来たんですが、シーバスかなと思ったらヒラメでしたちょっと水につけてあげますね、はい。いやー、跳ねそうだったんで気をつけて慎重にファイトしたんですけど、跳ねないなと思ったらヒラメでした嬉しいです、嬉しいです。
食ってきてくれましたね。仙台側は本当ですね、あの海水がしっかり入るので水が引いてしっかり、海水が奥の方まで上の方まで入ってくるので、ヒナメだったりマゴチだったり、それこそですねサゴシだったりメッキ、もういろんな魚がですね中流域上流域の方まで上がってきます。なんでこういったヒラメなんかも結構かかってくれますんで、サーフとかでもヒラメで、サーフでよく使うルアーでもあるんですね。もちろんシーバス狙っててヒラメが釣れたりとかですね、河口域で狙ったら難しいんですけどね、ヒラメはい、いきますよ、はい、はいはいはい、もうそこへんにペタッとひっつくんじゃないですか。また下流へ下ってきました。下流へ、ちょっと風が思ったより西風が強くなったんですよね。北西、ちょっと北西ですね、西風っぽい感じですが、ちょっとこれ、まあ、こっちが下流になるんですよね。今下流側から風が吹いて流れは上から来てる状態なんですけど、ちょうど喧嘩してる状態ですね。なので下流から上を向けてずっと打っていきます。ちょうど小さな川と本流の仙台川の川と合流点のとこなんですけどね、こういうところについてる場合があるのでシンキングタイプで QQS で探ってます。水深が若干あるんで、この壁際が影になってますからね、このデイゲームの時はこっち側に今太陽がある状態なんで、から左岸側ですよね、上流から見た時に左岸側の影についてるんですね。から川と太陽のこの角度を見てやっていった方がいいですよね。おっと、当たったけどな、何やったかな当たりましたけどね。小さいベイトを食べてるんで、口開けてないですよね。よっしゃ食った、よっしゃ、やっぱ手前で食いましたね。よしよし、かわいいサイズですからね。よしよし、いやー、かかってくれましたね。手前で飛びついてきましたね。ちょっとランディング向こうでゆっくり上げますね。優しくランディングしてあげましょう。まあまあ、もっと小さいかなと思ったけど、まあまあいいサイズですね。はい、よいしょ、お、よく超えてます。いや、よかったー、嬉しい嬉しい。綺麗にフロントかかってますね。よしよしよし、落ち着いて落ち着いてね。よいしょ、はい、来ました。今ちょうどですね、川と川の合流点ですね、本流の、当たってるところでずっと、まあ、手前を狙ったり沖を狙ったり流れの筋ですね。でちょうど真ん中辺に流れの筋があるんですけど、そこで流れがよれてるところを打ってってたんですけどね。で、なんとかしてる時にコンって当たったんですけど、その次に当たってくれましたね、ジャークして。でもやっぱり少しこのジャークを入れて反応させてついてこさせて口を使わせるっていうようなやり方をしないと食ってくれないですね。しっかり見て食べてくれてるんで、結構早い動きに反応してくれましたから、やっぱジャーク入れて止めてヒラヒラっとこうさせるのが有効ですね。よっしょ、いやー、よかった、釣れてくれましたね。綺麗な魚です。よし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 、さあ行きます、離しますね。はい、よいしょ、お、元気元気。今回、まあ、初めてこのサイレントアサシン99とステラのニューステラの組み合わせで使わせてもらったんですが、
最初の1投目ですね、まあ、リールを持った時点から違うんですけども、あの投げた瞬間の糸の放出感ですね、自分、まあ、常に投げてると大体この力で投げたらどれぐらい飛ぶっていうのはもう体に染みついてるんですね。なので狙ったとこよりも、まあ、ある程度飛ぶのかなとは少しは感じたんですよね。この投げる瞬間に感じてるんですけど、それよりもやはりまだ飛行姿勢も安定してるんですけど、さらにそのままスッと最後のひと伸びがあるように感じましたね、はい、であと一つは力まずに軽く放出がやっぱいいので、こうスッとですね、もう軽い力で投げても安定してルアーのバランスもいい、プラスリールのラインの放出がいいので、ラインの軌道がですね非常にこの安定してるんですね。低い弾道とかでいろいろ、まあ弾道を調節するんですけど、ラインのですね、その弾道が非常に無駄な糸吹けなんかも出にくくて非常に使いやすかったですね。長時間の軽い力で投げて、いい点はですね、まあ、疲れないということもあるんですけども、あと正確性ですね。力を入れるとどうしてもですねコントロールミスをしてしまいます。で軽く投げるとやっぱり狙ったところに余裕を持って投げれるので、意外とキャスティングも決まっていきやすいっていうことがありますね。あともう一つはですね、 P ラインをこの指にかけてるんですが、あの力を入れて振ってるとですね、どうしてもかけてるところの P ラインがスイング速度が力んで上がれば上がるほど P ラインが痛みますよね。なので軽い力で投げることによって P ラインのその摩擦というかその抵抗ですね、毛羽立っていくことが軽減もできますので、そういった部分でも安心して使えますね。救急で思い入れがある魚というのはですね、やっぱり磯のヒラスズキですかね。どうしてもヒラスズキを釣る状況としてはですね、向かい風だったり横風だったり、まあ、悪条件の中で釣りをするので、ルアーの飛距離とかですね、まあ、これは河川のシーバスなんかでも一緒なんですけども、やはり、風が強いところで投げるってなるとなかなかやっぱり飛距離が出せないんですね。でそれが、環境が悪くなればなるほど、どうしてもルアーが大きくなっていったり重くなっていったりするわけですね。その中でやっぱどうしても大きいと食わないという場面も出てくるわけですね。その時にこの救急で釣れるというのはですね、非常に12センチ、13センチ、14センチの身の音変わらない飛距離を出せて、そこでヒラスズキがやっぱ最初に釣れた時はですね、すごくちょっと時代が変わるかなという印象を受けました、はい。